おはようございます。即歌塾の久保です、えー、今日もですね N 国党がらみでの放送になります、まあ、実はですね私が N 国党の放送をするとものすごくねこの N 国党は悪いやつらだとかねそんなところの話をするんじゃないとかねいうメッセージも実は来るんですようん実はね私が N 国党を支持してることを面白くないと思う方もいるし N 国党自体が悪いところだというふうにね考えている方いらっしゃるかと思いますまあ、それは 考え方は自由でいいんですけども N 国党って我々国民に何を約束してるかというと NHK のスクランブル化だけなんですよね、まあ、ですので N 国党の人格がどうとかねどんな思想を持っているかとか,それか過去に何をしてきたかっていうのはあんまり関係ないと思うんですよ極端な話立花隆さんってパチプロだったんですよねパチンコが嫌いだから N 国党は嫌いだみたいな意見も出るわけですよ、まあ、そこまで嫌わなくてもいいのかなと思いますけどもまあまあそれも自由です、まあ、ここでですね世の中にはやっぱり 2種類の人が対立してるんんだななと思うわけなんですよ皆さんはどっちかちょっとテストしてみてください一つはですねどんな種類の人がいるかっていうと自分と違った考え方自分と違った考え方とも共存できる人もしくは共存しようとする人ねこういう人がいますいいですね自分と違う考え方を持っていても大丈夫だよって方ですよねもう一つは自分と違った考え方をもう拒否否定もうね排除する人こういう人もいるんですよ で、私が「N 国党の話題を出す時に、えー、アンチテーゼをかませる人っていうのは自分の考え方と久保田次郎お前は違うからダメなんだっていうな理論なんですよね、うん、だから世の中で自分と全く同じ考え方の人を見つけないといけないっていうね非常に困難な挑戦をされてる方なんだなと思いますよね、えー、むしろね考え方って100人いたら100人違うんですよねピタリ一致する人って多分いないと思うんですよ、うん、で、で何を考ええるかは自由です例えば、 立花隆さんがねものすごく破壊的な思想を持っているよって思っている方もいるかもしれませんでもそれはそれで自由なんですよ実際に破壊活動してるわけではないんでねうんだからそういうことを考えると思想の自由があって言論の自由があって行動の自由があるとどれが一番テリトリーが広いかっていうと思想の自由が一番テリトリー広いんですよね でここで1つ例を申し上げます、ちょっとね、えー、変な例で申し訳ないんですけど、皆さんこう考えてみてください、思想の自由がどのぐらい守られるかってことなんですけども、えー、例えば私がですね、えーまあ、スマホかなんかで、えーまあ、皆さんもねあの、考えてもらいたいんですけども、スマホかなんかで、ちょっとねあの、あれですよ、エッチなサイトを見てるとあ、例えばね、デリヘルのサイトを一生懸命見てるんですよ、デリヘルのサイトを、でも見てるだけなんですよ、ね、うん、どうですかね、で奥さんに見つかったらどうですか、怒られますかね。 怒られれるかもしれませんよねでも怒られるぐらいですよねでも実際デリヘル通ってましたとかねあの浮気してましたっていうとサイトを見てるレベルじゃなくて行動レベルにしちゃうとそれは大変な問題になっちゃうと思うんですよ、うん、で考えてみると私たちが人が考えてることに人が考えてることにものすごい反感を持つっていうのは、うん、それと同じなんですよ別に浮気をしたわけではないし風俗に通ってるわけでもないんだけどもサイトを見ただけ考えただけで罪に問うっていうのは自分と 同じじじ考え方ゃゃない人人を排除すする人の理論だと思うんですよ。じゃあ例えばですね、こういうふうな例もあるんですよ、えー、私はね、あのー、シルベスター・スタロンの『ランボー』っていうのが好きで今でも見てるんですよまあ、戦争のねゲリラの映画ですよねじゃあそれを見たからって私がゲリラに行きたがってるかって話なんですよさっきのエッチなサイトの例とちょっと考えてみてください見たからといってそれをしたいということではないってことなんですよねだから見てる考えてるからそれを実行するってこととは必ずしも つながらないってことがここで考えられるんじゃないかなと思います、まあ、そうしてですね自分と同じ考え方の人としか付き合わないよって人と自分と違った考え方でも OK だよって2種類の人がいるって言いましたけども私そっか塾ではですねいろんな思想が一緒の地球ってところに住んでいていいんだよっていう考え方なんですよ、うん、でも N 国と支持するんだったらお前はダメだっていう方はもしかしたら自分と違った考え方全部排除するというね うんそういうふうなジェノサイドみたいなね思考に行く可能性もあるかなともちろん思考ですよ実際そうするかどうかは別ですけどね、まあ、そんな形でございますそしてもう一つ学びがあるのは人って変化するんですようん今こういう考え方でもあなたと対話を繰り返していったりとか新しい体験をするとあれこっちかなと思うわけなんですよね例えば N 国党を支持してる人でもあちょっと N 国党では支持できなくなってきたな NHK はスクランブ化しなくて今のままがいいなって思うかもしれません で、各う私もですね最初 NHK をぶっ壊して出てきた時になんだこいつらと思ったわけなんですよね気持ち悪いなと思ったわけなんですよだから見なかったんですよ見なかったんでずっと同じ考え方でしたでもたまに見てみるとねあれこれまともなこと言ってんじゃんってことで気づくから私は気持ちが変わるということもあるんですよねうんでここでもう一個学びなんですけども同じものに同じものにね 出会って同じも自分と同じものに出会って変化する可能性ってどのくらいあるかなってこと自分と違ったものに出会って変化する可能性自分が変化する可能性ど,あどのくらいあるかなってことをね考えてみるとやっぱり違ったものに触れ続けるっていうのは自分を変化したりね自分の考え方を客観視するのにものすごく大事なことなのかなと思うんですよね皆さんはどういうふうにお感じでしょうか。毎、ね、毎日毎日同同じじよよううななととこころにいててをしていたら 違った人間になれるでしょうかそれとも自分と違う世界の人とかね自分とは全く変わった行動をしている人、うん、独特な人ユニークな人と出会い続けることによって自分もユニークに近づいていくでしょうかいかがでしょうか今日はね「N 国党の放送ばっかりしてると「N 国党のことをね言うのはけしからんっていう人もいるんだよっていうことをお話ししましたけども私はそういう方がいても OK だと思うんですよ、うん、自分と同じ考え方じゃないとダメっていうふうに人の思想まで支配しようとする人は、うん、まあそういう人がいてもいいかなと思いますけども皆さんは どちらでしょうかねどちらとだったら仲良くできるかなっていうことでございますね、えー、本日は以上でございます失礼します